はいどうも、ミヤちゃんです。もっと弾けばよかったね、今。ビワチャンネル始まるよ、全員集合。よかった、弾いてなくて。はい、今日はポルシェです。ポルシェですね。これ何やったかって。はいはい。聞いて。何やったんですか？車ありました。まあこっちもね、前にやらせてもらってるんですよ。うんうん、2週間、1ヶ月ぐらい前かな。はいはい、1ヶ月ぐらい前に話してもらってて、うん、で今回は新しいフィルムが出たということで、それを貼りたいと。なるほど、はい。貼ってあるんですよ、これで。全然わかんないけど。ね、うん、はい。透明です。本当。はい。断熱、はい、遮熱フィルム。はいはいはい。まあ、今まである中で、多分最強だと思います。うん、ああ。はい。メーカーいろいろありますけど、はいはいはい、まあ、光学スペック一応いろいろ見て、うんうん、遮蔽係数、よく俺が言ってる、はいはい、ブラックミラーのさ、うんうん、遮蔽係数の倍だとか、うん、って言ってその遮蔽係数が、抜群です。抜群ですか？抜群です。あ、もう 0.7 台なんで、うん、遮熱って言っていいんじゃないかっていう人もいます。はい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 、はい、断熱、遮熱、うんうん、その両方兼ね揃えたフィルムで、はいはい、まあ国内トップメーカーのやつよりもいってます。おお、はい。でそれは数字が物語っていうことを、はい、聞かされました。聞かされました。まあ、自分も調べましたけど。はいはい。でまあまだね、俺は体感してないです。うん、はっきり言って、うんうん、あのね、機械につける、つけない、はい、で、うんうん、体感で、あ、はっきり当てなんです実は。ああ、はい、はいはいはい。なので、うん、自分の車に貼るとか、うん、編集の車に貼るとかってことまだやってないんですけど、うん、一番最初に物が入ってくる前にもうこのポルシェは決まってました、うん、はい、俺これだと、 それにしてくれと、あ、はいはい、っていうことなんで、うん、フィルムの厚みもいい厚みすごい出てます、うん、はあ、はい、いい厚み、他のフィルムって結構ペラなんですけど、これはもうピュアゴーストクリアです。ピュアゴーストクリア、はい、ピュアゴーストクリア、はいはい、そのピュアゴーストクリア、うん、色ついてないのにゴーストの、そうそうそう、はい、でなんでかって、うん、ゴーストって多積層、何枚も重ね合わせて重ねて、うん、で、あの厚みがだったり、うん、特にピュアゴースト、はい、いい作り方してます。あ、で国産です、はい、はい、原料も国産、うん、そうなんだ、はい、ピュアゴースト以外のゴーストって、うんうん、まあ、実は海外生産なんですよ。ああ、なるほど、はい、海を渡ってきてるってことね。海を渡ってきてます。海を渡ってきてます。でこれに関しては、うん、ピュアゴーストクリアに関しては、うん、材料も、はいはい、国産、へ、製造も国産、あ、純メイドインジャパンです。へえ、はい、でうちってさ、うん、ピュアゴーストばっかりやってるじゃん、うんうん、でなんでかっつったら、うん、そこなんですよ、国産っていうことになってます。あ、はいはい、はい、で、ムラが少ないピュアゴースト、うん、で、斜めになればなるほど、はいはい、寝れば寝るほど色が出ない、うん、でもハイエースとか、うん、例えば、まあ、そこにハイゼットがあるからだけど、うん、軽トラとか、はい、エブリとか、はい、そういうのでカスタムしてる人たちって色出した人多いんですよ。ああ、なるほどなるほど。そういう人たちには普通にピュアゴースト、うん、プレミアム、うん、リーガルゴーストショップじゃないと施工できない、はい、フィルムなんですけど、うん、プレミアムを勧める、はい、横に関しては ML91、はい、ピュアゴースト ML91、はい、っていうパターンを、うん、ずっとやってます。そこにエブリがあるけど、エブリいっちゃっていいですか。エブリダメだな、ダメだな、何もよくしてないからそうですね後ろブラックミラー、はいはい、ここ ML91、うん、でもう十分それで、うん、貼った直後、うん、71点ちょい出てます。あ、はい、じゃあもうちょっと出ますね。出ます。で、その国産にする理由って劣化がやっぱり遅いんですよ。劣化しないとは言わないです、うんうん、劣化が遅いです、うん、海外製品に比べれば劣化が遅いんで、はい、そういうところ、長く何年か、ね、そうですね、うんうん、3年から5年ぐらい、もう本当はね、うん、テーブルデータ上は10年ぐらいは平気だということになってるんですけど、うんうん、やっぱりお天道様、まあ確かに実際のお天道様は違うんで、うんうん、僕はいつも3年から5年ぐらいじゃないですかと、はいはい、はっきり言えないですということで言ってますけど、うんうん、そしたら張り替えましょうと。そうですね、うん、リアのフィルムってさ、新車で買って10年乗っても、うんうん、そのままいられる人多いから、あ、なんていうのかな、買えない人が多いんですよ。はい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 、はい、そりゃやっぱ劣化しますよ。しますね。だってシワも入るし、うん、ここも垂れてくるし、るし俺なんかおっぱいになってきちゃいました。あ、いいですね、筋肉じゃなくて
なので、フィルムも一緒です。うん、はいはい。うん、でも、やっぱ、昨今暑いじゃないですか。暑いですね。今年はさ、うん、暑かったね、うん。去年より暑かったねって毎年言うじゃん。毎年言ってる。やっぱりこういうフィルムがいいんですよ。はい、確かに。はい、で、うん、熱を抑える、うん、太陽の熱を抑える力っていうのは抜群です。はい、ああ、はい、いいですね。騙しはしないんで、うん、騙されたと思って、施工依頼お願いします。お願いします。はい、透明で何ら、うん、貼ってない風に見えちゃうんですけど、うん、実際貼ってあります。見えるか。見えないよね。見えるかな。見えないよね。ここに。ああ、ちょっと、ああ、ちょっと見えるかな。ここに。はいはいはい。ここにあるっす。はいはい、境目が。ありますね。はい、貼ってあるっすね。こういう風に貼ってあります。はい、やっぱり1枚貼るだけで全然違います。このポルシェは横に貼れました。うんうん、これで今73ぐらいかな。もともとは77ぐらいだったんで、うん、73だか4ぐらい出てるんですよ。はいはい、でもっと乾けばもうちょっといくんですけど、うん、3% ぐらいは多分下がると思います。はいはいはい、はい。で、うん、日本車の場合、うん、主にフロント側に使えると思います。ああ、はい、はい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 。主にフロント側。うん、で横に関しては、うん、IR90、うん、ブリンテックさんのね、はいはい、IR90 でいいと思うんですけど、うん、フロントに、ピュアゴーストクリア。クリア。ピュアゴーストクリア。うん、はい、で横に IR90。はい。でも、もう、全部、ゴースト、うん。ゴーストっていうか、ブレインテックの商品でいけれますんで、うん、クリアゴーストで、はい。揃えることができます。はい。なので、まず、はい。横を丸切り行かない人は、うん、前からでもいいと思います。はい。で、何しろこのフィルムの特徴が、うん。ピュアゴーストの作り方と同じ作り方してるってところで性能がすごくいい。はい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 。で、東海越行くところを狙って、うん、違う、こういう断熱フィルムって、うん、ちょっとほんのりね、比べてみりゃ分かるんだけど、うん、ほんのりやっぱ色がつくんですよ。ああ。これ色ついてないんですよね。すごいですよね。他のに比べるとついてない方だと思います、うんうん。他のやつはちょっと黒が入ってたりとか、あ黒っていう黒じゃない、うん。皆さんが思ってるような黒じゃないんだけど、うん、ちょっと色がつく。はいはいはい。だけど、これに関しては、比べてみたけど、色ついてないですよ、ほとんど。これ、かなり、そうですね。こだわった、うん、ピュアゴーストクリアになってるんで、はいはい、まあ、その、色つけたい人は、ピュアゴースト、うん。はい。色つけたくない人は、はい、ピュアゴーストクリア。はいはいはい。で、後ろは、ブラックミラー。うん、はい。もしくは、レッドブラックミラーとかさ、最近ちょっといろいろ遊んでるんですけど、はい、色付きで遊ぶっていうふうなことも、考えられるので、うん、そういうふうな形で、うんフィルムを見てもらえると、うん、これは、うん、自分の肌を守ったりとか、はい、お肌が弱い人、うん、暑さが嫌な人、うん、っていうのはもう本当におすすめだと思います。はいはいはい、貼った貼らない その分かりやすさ、うん、すごく分かる、うんうんうん、フィルム体感してほしいなと思います。そうですね、ぜひ色つけたくない人はこっち側、うんうん、はいはいはい、特に日本車は フロント、フロント、うん、はい、でその、ノーマルのガラスが、うん、その IR とか UV が入ってない、はいはい、うん、ガラスには全然いけれます。あ、はいはい、いけると思います。入っちゃうと、入っちゃうと、うん、ちょっときついかな。あ、きついやっぱり。70ね、純正の状態で76とか欲しいよね、うん、ああなるほど、うん、はい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 、せめて75、うんうん、そうすると 2% うん、余力が出るんで、はいはいはい、うん、劣化してもっていうのがある、うん、もうちょっと長く乗れるから、うん、でその劣化の具合っていうのは、ピュアゴーストと同じと思うから、はい、うん、0.5 から1くらいとは言われてるけど、うん、一応2くらいあるといいかなっていう思いです。はいはいはい、はい、なのでこれはもう測った状態で、うん、俺測んなくて、うん、やべえ測ってねえノーマルを測ったらあこれ余裕だわ、乾けば多分もっと気持ち、うん、これ昨日貼って今日の朝測って、うん、昨日の状態でも貼った段階でも73は出てたんで、あ、うん、もっともっと出ます、うん、もうちょっと出ますね、はい、なので透明で抜群なのが出ました。いいですね、はい、これフロントガラスに貼れる車貼った方がいいです。確かに、はい、色つけたくない人たちはもうみんなこれを勧めます。うん、何しろピュアってついてんだもん。確かに。確かに。はい。
なるべくうちはピュアっていう商品を勧めてるんで、はいはいはい、で寝てる車は寝てる車で、うんうん、目立ちにくいんですけど、うん、おしゃれです。確かにおしゃれですね、はい、後ろにあるプリウスが、はい、ブラックミラーの重ね、うん、重ね重ね、プリウスって普通にブラックミラー貼ると、うん、まんま色出ないんですよ。あ、そうなんだ。透明ガラスなんで、グリーンガラスです。はい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 、それをちょっとやりました。それまた、うん、違う機会で撮影しますんで、うんうん、はい、とりあえず今日は こっちでこっちですね、はい、ぜひ行ってみてください。良さそうだな。説明の しようがない。確かに、はい、透明なんで体感してもらった方がいいですね、はい、体感してもらった方がいいですね、はい、安くはないです。あ、でもうちのピュアゴーストと同じ金額で、うん、かもうちょっと値段落ちる落とせれればしますけど、はい、世に大きくいろいろ出てほしいんで。ああ、なるほど、はい、ちょっと最初のうちはね、はい、ちょっと安めに少しだけ少しだけお願いしますやろうかなと思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。まあそんなこんなんで、インスタグラム有限会社ピュア、はい、ベースショッピングサイト、有限会社ピュア、はい、見てもらえればいろんな商品出てます。はい、はい、いろんな商品だったり、うん、こんな車成功したよとか出てますんで、うん、そうですね。見てもらって、参考にしてもらって、はい、参考にしてもらって、あとは YouTube のショートとかでね、はいはい、結構気まぐれで僕はやってます。気まぐれで、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、それではアディオス。アディオス。チャンネル登録よろしくね。SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。